3月10日からおよそ1ヶ月にわたって神代植物公園で椿桜祭りが開催されました。およそ4800種10万本の植物が植えられている公園には朝から大勢の人が訪れていました。この桜は園内でも名高い神代あけぼのの原木です。20年ぶりぐらい。そうです。神代あけぼの一度見てみたくて。58種750本の桜が公園内に植えられています。桜の木に囲まれた芝生広場では家族連れなど大人も子どもも一緒になって春の日差しを楽しんでいました。目的桜を見にですかね。よくいらっしゃるんですか。たまに来ます。今日ちょっと風強いですけど、ね、気候的には最高ですね。あったかいです。椿はおよそ250種620本が公園内に植えられています。花と緑に囲まれておよそ6000人が穏やかな心地よい春の一日を過ごしました。終わる頃にはですね、シンクロが全て分かるような状態で2月15日田作り映像シアターでアテネ五輪銀メダリスト藤丸道夫さんを招いて講演会が行われました。調布市内のプールで泳ぎ始めた時から銀メダリストになるまでを約2時間にわたって講演。さっき見せられなかった家電サクションがこの後あります。最後、みんなで銀メダルを取った後に撮影したんですけれども、これがアテネに行ったメンバー全員です。メダルがこれ一応銀でございます。で、はい、長い間皆さん飽きずに聞いていただけたのであれなんですけど、ご清聴ありがとうございました。オリンピックに人生をかけるアスリートの強い気持ちが伝わる公演となりました。2月15日田作り紫ホールで調布市と協定を結ぶ大学8校の大学生が学びや研究について発表する調布市協定大学ゼミ展が開催されました。会場内ステージでは大学生による演奏や発表が行われました。生活習慣病といいますのは、その名の通り生活習慣が発病に関わる疾患の総称でございますが、腎臓病やがんも生活習慣病の一種だと言われております。各大学の展示ブースではたくさんの来場者が大学生の説明に耳を傾けていました。